エクリプス、エクリプス、1764年から1789年は、18世紀後半に活躍した、イギリスの競争馬、シュドバである、18戦18勝の戦績を持つ、サラブレッドの基礎を作ったと言われる、エクリプスの子孫タッチストーン1831年の、コーランド1841年、この子に、エクリプス1855年がいる。 このエクリプス1855年は、ヒムヤー・ヒミヤー1875年という現在まで続く系統の始祖である。ことわざ、エクリプスファースト、ザレスト・ノーウェア、意味、唯一抜きんでて並ぶ、ものなし、新英は大辞典研究者より、引用で知られる。エクリプスが生まれた18世紀中頃は、まだ、ジョッキークラブも結成されておらず、 エプソムダービー東京を知られている競争も行われておらず、王族などが開催する一部の競争を除けば、貴族や富豪が相互に掛け合い勝負をするという形で競馬が行われていた時代である。また、競争形態も後世のものとは異なり、同じ馬で長距離レースを何度も戦って勝負を決するという形式のモノヒートレースが盛んに行われた。この時代の競争馬といえば、 主に東方、アラビア半島や北、アメリカ、小アジアなどから輸入あるいは略奪してきたアラブ種のことを指していた。サラブレッドはまだ成立しておらず、競争馬といえば単にランニングホースと呼ばれていた。エクリプス自身も競争馬時代はサラブレッドと呼ばれたことはないはずである。この後エクリプスやヘロド、マッチェム、スナップなどが基礎となり、サラブレッドという品種が 徐々に成立していくこととなる。1791年のゼネラルスタッドブック上末期の発刊をもってサラブレドの成立とすることが多い。このような時代に生まれたエクリップスは極めて激しい気象を持ちながらも当時の競馬に適応した。18戦18勝、内ちヒートレース7、マッチレース1、単走8という成績を残し、かつ全ての競争が楽勝だった。 エクリプスは18世紀の最強馬とされることが多い。少なくともこの時代最も重要な競争馬であり、かつ後世に最も知られているというのは確かである。ただし当時すでにドイツなどでも競馬が行われていたはずであり、そちらとの力関係は現在では知るすべはない。現在につながるイギリスの競馬はともかく、相次ぐ戦争などで衰退する大陸ヨーロッパの競馬は忘れられていった。 イギリスにも同世代にゴールドファインダー、13戦腐敗、エクリプスとは未対戦に終わるという競争馬がいたが、こちらも現在では記録の彼方に追いやられている。また、エクリプス自身の記録についても不明瞭なものが多く、この18戦の他にも記録に残っていないものがあると言われている。残されている逸話も、真偽不明なものがいくつかある。エクリプスには、 タネボバとしての功績もある。ポテートーズやサージェントなどを排出し、この時代としては非常に多い344頭の3区が競馬で勝利した。エプソムダービーは1780年の創設で、すでにエクリプスは晩年に差し掛かっていたが、3頭の優勝馬を送り出した。父の父や母の父としても優秀で、サラブレッドの成立にも貢献した。 今日のサラブレッドの不景、サイヤーラインを遡っていくと、その98%までもがポテートーズ、キングファーガスというエクリプスの二頭の三区にたどり着くと、され、これらを総称して、エクリプス系と呼ばれる。同時代を生きていたマッチェムの子孫、パーセントや、ヘロドの子孫、ごく少数に対して圧倒的優勢である。エクリプスは百六十四年四月一日の日食。 金冠食の日に生まれた。場名はこの日食に由来し、ジェネラルスタッド・ブック第一巻には、すべてのレー,エースを侵食したからエクリプスと呼ばれたのはなく、日食の日に生まれたため日食を意味するエクリプスと名付けられたと注釈がある。生産者はヘロドも生産したイギリス王族の軍人、カンバーランド公である。一方この時代、まだ決闘書や成績書などは、 整備されていなかったため、分かっていないことも多い。生誕地はウィンザー・オカリバ牧場というのが有力では、あるが、他にもドーキングのミクルハムにある古木の川なども有名で、バークシャーダウンズ、アイル・オブ・ドックズという説もある。1歳になった1765年、カンバーランド公が死亡したため、エクリプスを含め彼の所有場はすべてセリー地に出された。 羊の売買賞ウィリアム・ワイルドマンは、人捨てにエクリプスの話を聞きぜひ手に入れたいと思っていたが、彼が到着した時すでにエクリプスは7 0ギニーで落札されてしまっていた。ワイルドマンは諦めずに、競りが工事時刻よりも早く始まっていたことに抗議し、再度行われた競りにて75ミニーに競り上げ、エクリプスを手に入れることに成功した。ワイルドマンは、 こうしてエクリプスを手に入れたものの、非常に気性が荒く、ことあるごとに暴れるエクリプスを持て余していた。一時は虚勢することも考えたが、知り合いのデニス・オケリーの勧めもあり、結局辛抱強く、順地を行った。名立ての荒馬乗り、ジョン・オークリーに乗り回されるうちに競馬に使えそうな、見込みが立ち百7 6 9年にデビューし、当時はヒート競争、 同じ馬が二回勝つまで競争を繰り返すが主流だった。こともあり五歳、六歳になってからのデビューが普通で、エクリプスもこの時五歳になったばかりだった。エクリプスをデビューさせるにあたり、エプソムで思想させてみると、エクリプスは予想外の力を見せた。審議のほどは定かではないが、次のような話が伝わっており、キノコ狩りにやってきて偶然この思想を目撃した、近所の老婆が、あれが、 本当の競馬であったかどうかよくわからないが、右後ろ足一泊の栗毛馬がものすごい行争をして、失踪し、たちまち、相手馬との差をどんどん広げていくのを見たのは確かです。あの馬に追いつくには、地の果てまで走り続けても、参考文献に、3より、引用と答えたという。デビュー戦の駆け率、オッズは、この失想により、一挙に1対4にまで跳ね上がった。 競争成績は公式には18戦18勝とされた。7回から8回のヒートレースに出走したが、各ヒートでも一度も負けず、すべて2戦で決着をつけている。走行フォームは頭を地面すれすれに下げて走る独特なものだったと伝えられている。エクリプスは1769年5月3日にエプソムで行われたノーブルメンジャントルメンズプレート。 貴族と紳士のプレート、4マイルヒートでデビューした。すでに束を凌駕する力を持っており、この競争で、エクリプスファースト、ザレストのオーウェア、という言葉が生まれた。二戦目は、アスコット競馬場でのノーブルメンジャントルメンズプレートで、ここも圧勝。さらに次走、6月13日に、ウィンチェスター競馬場で行われた、キングズ100ギニープレートは、7歳馬を相手に、 大差で圧勝した。オケリーは、初戦でも受けた、資金652ミーで、エクリプスの権利の半分を買い取った。二日後の競争は、エクリプスのあまりの強さを目の当たりにした場所が皆、回避しために単層になった。このシーズンは他に、ノーブルメンジャントルメンズプレート、シティプレート、シティフリープレート、キングズ100ギニープレート等記録に残っている。 競争だけで急戦を貸しすべて圧勝で終えた。エクリプスの強さが明らかになるにつれかけレースを挑もうという人は少なくなり、馬主が貴族でもジョッキークラブに所属しているわけでもない。エクリプスにとって出走する競争がないという問いが出てきた。この後も出走可能な貴族と紳士のプレートのような競争に出走し続けるが登録する橋から皆が回避してしまうために、 生涯で少なくとも8度の単走を記録した。前日の通り、エクリプスにマッチレースを挑もうという馬は、ほとんどいなかったが、1770年の初め1回のマッチレースが組まれた。相手は、当時北部を中心になかなかの実績を上げていたブケファロスという馬で、バシュペレグリンウエントワースは6対4という強気な賭け率で挑んできていた。 このマッチレースでもエクリプスは楽勝した。ウエントワースは、アイバが惨敗したことにショックを受け半年間自宅に引きこもってしまったという。さらに次の競争では、第二ヒートで再び対戦相手を見えなくなるほど突き放して圧勝した。4月の終わりには、オケリーが1 1 0ニーで、エクリプスの権利をすべて買い取った。その後、ヒズマジェスティーズ100ギニー、キングス100ギニー等に勝った。 10月にはこの時代を代表するもう一頭の競合、ゴールドファインダー13戦不敗とのマッチレースが行われる予定であったが、ゴールドファインダーが故障、そのまま引退したため実現せず、最後は挑んでくる者も,もいなくなったためこのシーズンを最後に引退することとなった。生涯成績は18戦とも20戦とも26戦とも、言われているが全勝だったことは確である。 引退後は、オケリーの下でで、種ボバとして強養された。オケリーはエクリプスを利用して、馬参加として成功した。なお、最初は、クレイヒルで強養されていたが、24歳の時に二頭立ての、ホロつき馬車で、ミドルセックスのカノンズに移された。これ以前に競走馬が車で移動した例はなく、馬運車に初めて乗った馬ではないかとも言われている。 1789年2月26日夜7時、戦痛により死亡25歳であった。カノンズで行われた葬儀には多くの人が集まり、トぶらいのためにビールと菓子が供された。種付け量は初年度が52ー、それ以降は20から30ギギの間で推移した。種ボバ成績はエプソムダービー優勝馬3頭やポテートーズ等344頭の 勝ち馬、競争で一勝以上を挙げた馬。勝利三区ともを排出し、競争馬時代に勝るとも劣らない活躍をしたが、結果的に一度もシュイシュボバ、リーディングサイヤーになることはなかった。これは、ヘロド、ヘレット、シュイシュボバ8回、勝ち馬ウ497頭とその息子ハイフライヤー、ハイフライヤー、シュイシュボバ13回、勝ち馬ウ469頭とタネボバとしての、 活躍時期が競合していたためである。そのため、1778年から1788年の間歴代最多となる11年、連続守護馬ランキング2位という記録を作っている。しかし母の父としては、ヘロド、ハイフライヤー系の父との間に多くの名馬が出た。アーチデューク・ジョンブルといったエプソムダービー優勝馬もいる。なお、エクリプス。 ハイフライヤーはサンクがあまりに活躍するために競争では特別な負担を課せられることもあった。例えば第1回ジュライステークスの試行条件にはエクリプスとハイフライーサンクは負担重量を余計に3ポンド背負わなければならないといった条件が含まれていた。タグ以外はすべて父がヘロドケ・シュボバ、エクリプスの両親は父マースクと母スピレッタで どちらもカンバーランドの所有場であった。七マースクは競争場時代に6000の成績を残した。タネボ場としての評価はあまり高くなかったが、エクリプスの活躍で評価が高まった。母スピレッタは一戦して着外だった。その2番目の3区がエクリプスである。兄弟は全部でことを、うちに再年下の全妹プロサーパインは娘にルナを出し、ルナは ファミリーナンバー 12G 号族の祖となった。12G 号族の日本での代表格は、ハイセイコ功、谷のムーティエ谷の力兄弟等がいる。なお、父は、マースクではなく、シェイクスピアだという説もある。タタソウルの記録帳には、デニソ・オケリーの旧務員の証言として、1763年のスピレッタにはマースクに荒廃される前にシェイクピアとも、荒廃されたという記述がある。 エクリプスの特徴もシェイクスピアに似ているという。しかしこれはあくまで仮説であり、公式にはエクリプスの父はマースクである。もっとも、シェイクスピアの父親はホブ・ゴブリンであり、その父の父はマースクと同じくダーレー・アラビアンに遡るため仮にこちらが本当だとしても、父兄自体に大きな変更はない。決闘表及びその見方については競争場の 血統血統表を参照。死亡のサイロンドンの獣医大学教授、ビアルド・サンベルが研修を行っている。体高は16.2ハンド、約164.6センチメートルと推定され、この時代の馬としては非常に大きな馬体を持ち、骨格は当時の他の馬とは異なる特徴がいくつも見出された。心臓は14ポンド、約6.35キログラムもあった。なお、 右写真の骨格は現在ニューマーケットの競馬博物館に展示されているものだが、この他に、これはエクリプスの骨格であると主張するものが4体もあり、ひづめも本物の一つで金の台座にあしらわれたものが、ジョッキークラブに所有されているが、他に、本物と称するものが少なくともここある。剣士の後に、皮は、財布の皮にされ、縦紙等の毛は無知にされた。 骨格や血統の研究は現在も続いており、2005年にはエクリプスの DNA が調査される予定であると BBC やサラブレッドタイムズによって報道された。記事にはイギリスの王立獣医科大学とケンブリッジ大学の科学者が波頭に残された DNA を調査すると記載された。また2006年には骨格と運動モデルが分析され、 現在の馬とほぼ同じ特徴を持っていたと結論付けられた。この他の特徴も現在のサラブレッドにかなり似ている。もっともエクリプスが現在のサラブレッドに似ているというより、現在のサラブレッドがエクリプスに似ているというべきであるが、後世への影響は非常に強い。サラブレッドの血統を父の父の父という風うに父方にたどると、 ほとんどがエクリプスにたどり着くと言われており、その勢力は実に95%に達するとまで言われる。また、母系を合わせてのサラブレッドへの血統的影響はえ、ロドほどではないが非常に強く、血量にして優に10%を超えている。しかし、父系に関して言えば、最初からこれほどまでの勢力を持っていたわけではない。当初は、ヘロド。 ハイフライヤー系の方が優勢で、実際1 7 8 0年から1839年までの60年間の、主位主母は回数、エクリプス系12回に対し、ヘロド系が43回とえ、ロド系の方が多かった、マッチェム系は5回。オケリーは詩人を使って、ハイフライヤーの場所である、タタソールに向かって、ハイフライヤーの駒で、ロドの地の優秀性を証明してみせよと。 どちらの地が優れるか投げかけてはいるものの、三大思想いずれの不景が優れるかの議論も得、ロド系の方が優勢で、エクリプスはハイフライヤーに頻波を提供するだけという極端な考えを持っていた場所もいたようである。だが、ヘロド系が優勢だったのは千八百三十年頃までで十九世紀中盤以降ハイフライヤー系が衰退、滅亡するへ、ロド系に対し、ストックウェル、 ニューミンスター、セントサイモン東大守母場を連発したエクリプス系が勢力を伸ばした。これ以後現在に至るまでエクリプス系優位が続いている。現在エクリプス系は主にポテートーズとキングファーガスの2頭にか登ることができる子孫についての詳細はエクリプス系を参照のこと。1886年にはイギリスのサンダウン競馬場でエクリプスを記念する。 エクリプスステークスが創設された。この競争は当時英国内で最高額の賞金を誇り、現在も G1 に指定されている。さらに、アメリカ競馬の年間表彰制度、エクリプス賞もこの馬を記念したもので、各部門の最優秀者及び最優秀馬の所有者にはエクリプスの像が贈られる。ニューマーケット競馬場にも銅像がある。 エクリプスを紹介する際に使われる有名な語句。デビュー戦で、エクリプスが第一ヒートを圧勝した後に、オケリーが第二ヒートの前場の着順をかけてもいいと宣言した際に発言した。意味は、エクリプス一着、二着場はなし。エクリプスファースト、ザレストノーウェア。当時のヒート戦のルールでは、一着場から二百四十ヤード以上離された場合には、 入着を認められないため、エクリプスが束を240ヤード以上離して勝つ、と予想したものである。結果、エクリプスが圧勝し、残りの馬は240ヤード以上遅れて、ゴールのため失格、オケリーの予想が的中した。この言葉は後に有名になり、圧倒するという意の慣用句として、主にイギリスで使いされた、エクリプス自体は、ラテン語源、 イクリプシム、日食や月食などの食であり、動詞、受け身で使用される際、他のものを限らせる、量がするの意になる。英和辞典にも、唯一抜きんでて並ぶものなしの訳で掲載されたことがある、新英和大辞典研究者より引用。この語は、日本では長い間、エクリプス一着、他はまだ見えないというような語訳で紹介されてきた。このセリフを直訳すると、 エクリプスが一着だが、後の馬は、どこにもいないとなる。240ヤード離されると失格というルールによって、この直訳の通りになるのだが、この子が日本に紹介された頃は、ヒート戦のルールまではよく知られていなったので、ノーウェアというのは、見えないぐらい遠くにいるということを、比喩的に表したものだろうと解釈された、現実問題として一波論の距離ならば高低差がない。 限り普通に目視でき。こうした解釈が孫引きされて、日本で紹介された結果、一着エクリプス、他はまだ見えないという表現が広まったのである。エクリプス三人目の場所である、デニス・オ・ケリー、デニス・オ・ケリー、1720、28年から1787年は、18世紀後半に、イギリスで名を馳せたギャンブラー。元は、 アイルランドの貧しい農家の生まれで、ロンドンに出て、怪しげな商売をしていたという。一時は、その饒絶と、短麗な容姿が受けて、社交界の長寿となっていた時期もあったが、ビリヤードなどのギャンブルで金を使い果たし、破産、流刑になる。しかし、運のいいことに、流刑予定地アメリカで独立前の混乱が起こり、囚人船が出発できず、ロンドンに逆戻り、 さらに1760年10月に、ジョージ2世死去に伴う特赦で釈放された。その後は成功者の道を歩み、囚人戦の中で知り合ったシャーロット・ヘイズと組んでいった。ギャンブルがことごとく成功し、ついには金の力で大佐の地位まで手に入れる。後に、馬参加としても成功した、怪しげな人物。彼がエクリプスから得た金は2万5000ポンドを超えたという。 エプソムダービーもヤングエクリプスで優勝した。ただ怪しい羊や、第12代ダービー伯爵等の反対により死ぬまで、ジョッキークラブの院にはなることができなかった。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。